ありがとうございます。よろしくお願いいたします。大分でございます。認可保育園をですね、運営をしておりまして、あとは公的なその学童クラブと児童館を経営しております。保育園だけで約160強、それから学童児童館で60ほどございまして、計230ほどの施設をですね、北海道から九州まで、沖縄までですね、の大都市部で運営をしてございます。もうこれはよく言われておりますけれども、なかなか待機児童の問題が解消いたしません。4月にカウントしますと約2万3000人ほどの待機児童がいると、10月で4万5000人ほどの待機児童がいると、そのような発表がなされておりますけれども、顕在的な潜在的なですね、ニーズはその何十倍もあるているというふうにも言われております。5年前ほどに厚生労働省の方が調査をされましたところ、80万人ぐらいのニーズはあるのではないかと、そんな数値も出てきておりました。最近ではもっと増えているのではないかということで、100万人ぐらいのニーズがあるのではないかというような、そんな調査結果なんかも目にいたします。そういったことでですね、もう待機児童の問題を解消するには保育園を増やすしかない、で保育園を増やすためにはそこで働く保育士の先生方が必要でありますので、保育士不足ですね、保育士の先生不足を解消しなければならないということは、これはもう安倍総理も官僚の方々も地方の自治体の役所の方々も皆さんおっしゃっております。それぐらいですね、もう保育園が足りなくて問題もはっきりしているのですけれども、なかなか進んでこない、という現状がございます。2013年から2017年の間に当初40万人ですね、40万人分の保育園を増やしましょうと、これも安倍総理がおっしゃいました。で、途中でですね、10万人引き上げられまして50万人分増やしましょうということで、来年度の終わりまでに5年間でトータルで50万人分の保育園を増やすということはおそらく実現できると思います。ほぼほぼ目処がついてきております。しかし50万人増やすことができたからといって、潜在的なニーズが先ほど申し上げた80万とか100万人という数字がですね、仮に正しければまだ30万人から50万人分の保育園が不足していると、その状況が続くということでございます。ですので、この5年間は国も自治体もですね、我々事業者側も努力をしてまいりましたけれども、これからが本番ではないかなというふうに考えております。自治体によっては例えばですけれども、順調に保育園を増やしてきていたような自治体でも、ここへ来まして少しやはり、トーンダウンではないんですけれども、必要な園を増やせないと、そういう状況になってきております。例えば大阪市ですとか名古屋市はですね、来年の春に20、30の認可園を増やしたい、そんな計画をお持ちだったそうですけれども、大阪も名古屋も約半分ですね、10箇所、15箇所程度の新園しかできないと、新設しかできませんと、そういう発表を最近されておりました。要するに計画ではもっと増やしたいんだけれども、なかなか事業者の方でですね、手を挙げるところが少なくなってきている。おそらく開設したいんだけれども保育士が十分に確保できないということからですね、思ったように園を増やすということができないと、そういう現状が見られますので、ここまでの5年間は来年1年残っておりますけれども、この5年間は割と順調にですね、推移してきたと言えるというふうに私も考えておりますけれども、ここからですね、さらにおそらく30万40万、もしかしたら50万人ぐらいの、キャパを
増やさなければならないのではないかなというふうに考えておりまして、ここからが非常に重要になってくるというふうに思っております。残念ながら今年度に限って言いますと少しですけれども、国の方もまた自治体の方もですね、ちょっとこう踊り場と言いましょうか、一服しておられるようなそんな空気を感じております。総理大臣も給料を上げなきゃ、保育士の給料を上げましょうということをおっしゃっておりましたけれども、なかなかその原資になるようなものが、国自治体から出てきておりません。残念ながら今期はほとんどありません。来年は若干ございますけれども、ですので、少しですね今年度についてはやはり予算が必要になってくるものですから、消費税も延期されました。そんな問題もあってかと思っておりますけれども、ちょっとその一服といいましょうか、トーンダウンしているというそんな感じを受けております。そんな中で独自にやれることは取り組んできております。それらをこれからご紹介させていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。スクリーンにもお出ししておりますけれども、パワーポイントの資料を使いましてですね、と話をしていきたいと思います。弊社は1993年の3月に設立をいたしておりまして、当初はですね保育事業をやっておりませんでした。コーヒー販売、パチンコ店内でですねコーヒーを販売しましょうっていう、その新幹線の中でワゴンサービスでコーヒーですとかなんかお菓子とかがですね巡回してくるような、 そんなことをやっておりまして、どちらかというとその飲食業に近いようなそんな事業をやっておりましたけれども、十数年前から保育に軸足を移しまして、認可園の第一部を開設して以来、認可施設に特化をしてきております。グループのイメージとしましては、保育園を運営している会社は日本保育サービスと申します。それからその中でですね、給食を子どもたちに提供するんですが、給食を保育園で作るという業務を請け負っておりますのが J キッチンという会社でございます。それからあと J キャストという会社ではですね、スタッフは体操の先生だったり音楽の先生だったり、あとは英語の先生だったりするんですけれども、保育園の中で英語やリトミックですね、それから体操のプログラムを提供すると、そんな事業を担っております。あと J プランニング販売は園で使う備品関係の販売ですね、食材もですけれども J プランニング販売の方で仕入れて販売をしております。それから日本保育サービスのこれ下にアメニティライフと書いておりますけれども、子会社という意味ではございません。後ほどご説明申し上げますが、鉄道会社の相鉄さんの子会社で、保育園と学童クラブを、経営しておられた、相鉄アメニティライフ株式会社という、相鉄さんの子会社を100% 株式取得をすることによって JP ホールディングスの子会社になっておりまして、日本保育サービスと同じように保育園と学童クラブを運営しております。それから日本保育総合研究所というところでは、スタッフは発達に少し遅れや問題のある子どもの研究ですとか、あとは発達障害の子どもの保育をどのようにすればいいのかというようなことをうちのですね現場の保育士の先生方に指導すると、そんな業務をやっております。あとは研修ですね、研修もですね日本保育総合研究所というところでやっております。経営理念といたしましては、これ子どもたちの笑顔のためにっていうのはコーポレートメッセージとして、持っております。最後の点々点のところはですね、各人が何ができるかですね、子どもたちの笑顔のために一体どういったことができるかということを考えて、常に考えて行動していきましょう、というような思いを込めたメッセージでございます。それから少し割愛をさせていただきまして、
今ですね、施設の分布でございますけれども、北海道ですとか東北にも認可園はございます。関東地方に、大体まあ集中はしておりますけれども、あとは本社のございます中部というのはこれ愛知県なんですけれども、認可園ですとか学童クラブ児童館を少し持っております。まあ、本社があるのにちょっと数が少ないというふうなご質問いただくんですが、まあ、愛知県、特に名古屋がですね、株式会社での認可園の経営をなかなか許可して、いただけなかったというものが事情がございまして、はい、数は、そんなに多くはなっておりません。それから近畿は、これは大阪ですね、に認可園がいくつかございます。それから一番西へ行きまして、九州沖縄に2園と書いてありますけれども、福岡に1箇所と、それから那覇に1園ございます、というような状況分布になっております。それから今期の第2四半期の数字の概略でございますけれども、売上がですね、約109億で、前期比ですと 10.4% 増でございます。それから営業利益が3億5000万で 40% 減、経常利益が4億3000万で 31% 減、純利益が2億7000万で 33% の減となっております。まあ、売上は順調なんですけれども、利益の方は今期は減益の計画で発表しておりましたが、第2クォーター終わったところまでで、ですね、当初期首の予想を少し上回るような人件費の出方をしておりまして、それがもうほとんどの要因でございます。給料を引き上げるということは、期首に 4% ですね、発表しておりました。で、それに加えましてですね、人員が計画よりも少し増えたということがあるのと、まあ、これは採用活動がうまくいったというふうにも言えます。それからもう一つは残業代をですね、十分に支給しましょうと、これを徹底するということで、特に現場の保育士の先生方2300人、正社員で約、それぐらいおりますけれども、一人一人毎日何時に出勤をして何時に帰っているかということをきっちり把握をし、一人ずつ毎日把握をしております。で、正確にですね、残業代がつけられているのかどうか、ということを確認をして、とにかくサービス残業をしているようなことがないようにと、そんな確認チェックをいたしております。それからあとは、これは販管費の方なんですけれども、例えばですが、まあ、引っ越しに伴う費用ですとか、あとはもろもろコンサルティング的な会社さんにですね、お支払いしている費用等々がございまして、少し第1クォーター第2クォーターのところで、その部分がかさんでいるということがありますけれども、下期はそれはありません。残業代につきましては3級、4級、下期もですね、まあ、おそらく削減するという方針は根拠はございませんので、人件費につきましては今後もですね、これからカットしていくということはないので、予算に入っていなかったものっていうものがおそらく期末まで続く、そんなふうに考えております。まあ、これはもう企業としては、まあ、当然のことでもあるんですけれども、まあ、先行投資というふうに考えております。冒頭にも申し上げましたが、保育士のお給料が低いということはもう全国的に言われておりまして、他業界よりも月給ベースで11万ぐらい低いというふうに言われております。ですので、なかなか保育園で働こうという方が、一回業界現場を離れると戻らない、そんな現状があります。資格を持っていて実際に園で働いている先生方が35万人ぐらいだそうなんですけれども、資格はあるんだけれども、休んでいると言いましょうか、まあ、休眠中の保育士さんがですね、その倍ぐらい、70万だか80万人分ぐらい、80万人ぐらいはいると、そうです。
で、来年はですね、9万人の保育士が不足すると言われておりますので、仮に80万人の休眠の先生がいるのであれば、1割ですね、10% で8万人も戻ってくれれば、9万人の不足分の大半を補えるということになります。で、その要因はお給料だということは、もうはっきり分かっておりますので、国ですとか自治体のですね、サポートは今期はございませんでしたが、私たちは今期についてはもう自前でですね、お給料を上げるという取り組みをしております。その結果、新卒、来年入社のですね、新卒の方は、前年比で 10% からできれば 15% プラスでですね、3月末を迎えたいと言いましょうか、入社式を迎えたいというふうに考えております。例年200人弱なんですけれども、今期は220、できれば230、実は目標は250でしたので、残念ながらそこには届かないんですとは思ってはいるんですけれども、前年比ではプラスで、おそらく採用活動を終えることができるというふうに考えています。あと経験者の方はですね、4月からずっと年度を通じて、経験者の転職組の方の採用をしておりますけれども、こちらはですね、前年比でだいたい2倍ぐらいの人数の確保はできております。絶対数はそんなに多くございません。去年が10月末で35人だったものが今期の10月末で、70人といったような、それぐらいの、イメージではございますけれども、おそらくお給料の改善ですとか、あとは、その他もろもろの取り組みがですね、好影響につながっているのではないか、そんなふうに考えております。保育士の先生が生み出す収入といいますのが、大体年間1000万程度ございますので、うちも保育士の先生が増えればその分、増収になりますし、そこにかかるコストは人件費だけですので、利益率も当然上がってまいります。で、どれぐらい不足しているかといいますと、大体、現状ですね、これちょっと半年前ぐらい の, 試算なんで、すけれども、300人ぐらいは、例えば今日300人の保育士の先生がいれば全員配置できますっていう、そういう状況です。園のスペースは空いてるんですが、先生がいないのでお子さんを預かることができない、そんな状況になっております。役所の方からも、あそこの部屋が空いてるんで、あと何人預かってくれっていうようなこともいただくこともあるんですけれども、先生がいないのでそれを受けられないと、そういう状況でございます。仮に300人だとすると、1000万ですと30億ぐらいの、残念ながら、ロスをしているという状況にございますので、とにかく一番の課題は保育士の先生の採用であるということでございます。それから、これは先ほど申し上げました園の分布のですなんですが、初めて開園をしたところがいくつかありまして、山形県山形市、それから福岡県は郡山ですね、それから近畿県は滋賀でございます。それから福岡と、それから沖縄は那覇ですね、は初めて進出をしております。ただ地方にですね、舵を切ろうということではございません。運営費ですね、私たちの収入になるものはやはり首都圏の方が手厚くございます。東京都23区内で1か所の認可園を開設するのと、例えば山形で開設するのであれば、大きく違います。1億5000万と1億年間でですね、違うぐらいのイメージがありますので、時給費はそんなに大きく変わりませんので、今後は、今期もそうなんですが、できれば首都圏を中心に展開をしていきたいというふうに考えております。少し割愛をさせていただきまして、この18ページなんですけれども、待機児童解消に向けた取り組みというふうに、これはもう国のですね、政策を入れさせていただいております。平成25年以降いろいろ出てきております。
今年度ですと28年9月に発表されております切れ目のない保育のための対策と、いろいろ出てきておりますけれども、直接的にですね、一番大きな問題 の、 その保育士の先生方の給料を上げるということにつながるものというのはございませんでした。それから直近ですと東京都のですね、小池都知事がですね、もう選挙期間中と選挙活動期間中、選挙前ですね、投票前はもう子育て子育てということで、かなり力を入れますっていうお話をされておりましたけれども、まあ知事におなりになってからは少し、まあ、東京都の方もトーンダウンしているかなというふうに感じておりましたが、少し前に126億の予算を取りますよっていう発表されましたけれども、あれもですね、直接的に保育士の先生方の給料を引き上げるというものではございません。まあ、家賃補助というものは入っておりますけれども、まあ、私たちもそうなんですけれども、特に首都圏で働く保育士の先生たちの家賃の補助というのはおそらく事業者がですね、もうすでにやっております。うちももう自前で、まあ、マンションアパートを借りていらっしゃる、借りている先生たちには家賃補助というものはもう出しておりますので、あまり先生方、まあ、東京都内で働く保育士の先生たちの直接的なメリットにはあまりならないというふうに考えております。はい、次にですね、すいません、ちょっとこれは割愛させていただきます。はい、まあ、ボトルネック取り組みというところの23ページなんですが、保育士不足の現状といたしましてですね、求人倍率を見ていただくと非常に分かりやすいかなというふうに思ってまして、6.24 というのが、これが、15年の12月ですから、去年の、まあ、今頃ですね。で、今年の11月、12月はまだ出てきてないんですけども、おそらく、まあ、同じぐらいか、もう少し上がってるんじゃないかなというふうに考えております。都内がまあ6倍程度で、全国平均がまあ2倍を超えてきているという状況でございます。まあ、非常にこれを見ても採用が難しい状況にあるということは分かります。それからですね、丸の5番27ページなんですが、保育士の給料のですね、全国平均とそれから弊社の平均を記載しております。2006年から15年度までなんですけれども、全国平均はだいたい300万強ですね、310万、320万ぐらいで推移をしておりまして、私たちは10年前は非常に低かったんですけれども、今は354万、これ昨年度ですから、今期はおそらく370から80ぐらいはいくのではないかなというふうに考えております。10年前から比べますと、90万ぐらいお給料を引き上げているということでございますので、はい、条件面としては全国の平均からいたしましても、まあ、一番高いかどうかは分かりませんが、うちの給料は非常に高い水準であるというふうに認識をしております。あと弊社グループの強みは、そうですね、まあ、30ページにも 1,2,3,4 点ほど書いておりますけれども、まあ、グループ内で例えば外国人の英語の先生がいたり、体育に特化した先生がいたり、あとは給食を自前で提供できるっていうような組織会社を持っておりましたりっていうことは非常に強みになっているというふうに考えております。はい、これは業界内の他社さんとの比較ですね。はい、だいたい2番ナンバー2のグループさんがうちの半分ぐらいの規模のイメージになっております。はい、今後のですね、目標計画といたしましては、園の数は
今期は13、保育園ですね。で、学童児童館で10箇所。で、来年度が保育園で11、学童児童館で7とさせていただいております。開園数は減らしました。これはですね、例えばですね、非常にこう負荷がかかります、新設をいたしますとですね、過去に18園高を新設したことがありましたけれども、もうだいぶ何年か前ですが、その翌年は6件しかできなかったっていうことがありました。これはやはり採用活動にも非常に負荷がかかります。それから、管理側ですね、新しく作り出すっていう保育士さんではない部門も非常にですね、開園前は忙しくなります。それから、新しく保育園を作りますと、やはり園長先生もその数必要になってきますので、園長先生を生み出さなければならないという、そういった努力も必要になってきまして、一旦ちょっと足場固めをしたいということで開園数を落としました。ただこれはですね、イコール減収になるかというとそうではなくて、さっきも言いましたように各園 の部屋は空いてますので、そこにですね先生を配置をすることによって開園をしなくても、売上を伸ばすということはできますので、うちの場合は件数かける、1件あたりの売上ではないということが言えます。ですので今期と来期はですね、開園数は少し下げましたけれども、その分既存園に人を配置することによって収益も確保しましょう。それから採用の方がうまくいけばですけれども、人が十分に配置ができれば残業も減らすことができます。残業代が少なくなります。それから先生方 その疲弊度も下がりますので、好循環に回るというふうに考えております。ですので来期は11というふうに一旦下げますが、その次からはまた15のペースに戻したいというふうに考えております。ちなみに来年度の11は今すべて決まっております。それから19年3月期、来年再来年春開園もですね、だいたい目処が今つき始めております。それから新しい取り組みといたしましては、35ページなんですが、これ、会えると読みますけれども、認可外といいましょうかね、完全に民間の学童クラブで、お母様、ご家庭から お月謝といいましょうか、月の利用料を 100% いただくもので、自治体や国は全く関係ございません。こちらに取り組もうと思いましたのが、やはり自由度が非常に多様ございますので、私たちは今お子様を安全にお預かりするということだけに特化してきておりますけれども、そこからですね少し枠を広げて、教育という分野にもですね、展開をしていきたい、そんなふうに考えておりますので、特化会といたしまして、完全に民間の学童クラブを開設して、その中でですねご家庭のニーズ、子どもたち、お母様のニーズに応えられるようなサービスを提供していきましょう。そういう学童クラブでございます。学校が終わって会えるに来て、その中でお母さんが仕事終わるまでですね、時間を過ごすという意味では、これまでの学童クラブとは全く同じではありますけれども、例えば勉強を、教えてあげるということもできます。今までの学童クラブ、今うちが過去やってきた学童クラブでは勉強を教えられません、ですとか、あとは、もう少し英語に特化をするですとか、あとは、この第1号は湯島に開園したんですけれども、そこは、作文ですとか辞書引きですとか、比較的こう一般的なといいましょうか、柔らかめ そのサービスを提供するということでスタートしたんですが、今後はですね少し色の濃ゆい内容のものを展開していきたいというふうに考えております。2箇所目といたしましては、来年の4月に横浜にですね、IL を開設するというものが決まっております。それから、これは先ほど申し上げましたけれども、ソテスさんの子会社を、買収して、もうそっくりそのまま経営 園と保育園と学童クラブは運営を継続しております。
で、数字は下期が入りますが、まあ、売上そんなに大きくないので、そうですね、利益寄与という意味では、まあ、さほどまだ今期は、大きくは出てまいりません。5番目なんですけれども、これは、11月1日に発表いたしましたが、資生堂さんとですね、合弁企業を立ち上げまして、そこで事業所内の保育所をですね、展開していきましょうという計画でございます。まあ、資生堂さんは、まあ、創業よりはずっとこう女性に寄り添う事業を展開してきておられます。ですので、まあ、女性の生活に関する情報ですとかサービスノウハウっていうものはもう、うちの日じゃないぐらい持っていらっしゃるというふうに考えておりまして、で、今年の春ぐらいにお声掛けをいただきまして、まあ、いろいろ検討したんですけれども、まあ、できれば、資生堂さんをメインにしてですね、いろんなエッセンスを頂戴して、まあ、運営は、まあ、当然うちが、専業ですから、主として、やるわけなんですけれども、まあ、ブランド力もですね、資生堂さんの方が、まあ、当然、大きいわけですので、まあ、採用活動にもメリットがあるのではないかなというふうにも考えておりますし、そういった女性についての、ノウハウを、保育園にですね、まあ、投入したようなそんな保育園を展開していきたいというふうに考えております。11月1日に発表いたしまして、まあ、1ヶ月ほど経ちますけれども、今十数件他社さんから引き合いが来ております。で、資生堂さん の, 静岡の工場に、来年の秋にですね、1号を開設するつもりだったんですが、他社さんからの引き合いが来ておりますので、そちらを先行させるかもわからないという計画で今動いております。はい。そうですね、あとは資料でございますのでご参照いただければと思います。はい、私の方からは以上でございます。ありがとうございました。ありがとうございます。